こんにちは。小春でございます。よろしくお願いします。今日は終戦記念日で、戦後79年、79回、戦争が起こらないように祈っていきたいなと思います。
界中では、ね、戦争してるところの戦士のお母さんはこんな気持ちで待ってるんだと、早く返してあげてほしいですね。自己中心から戦争っていうのは起こるもんなんで、自己中心をやめてというのは自己中心の人には伝わらないんだろうけどもね、本当に祈ってます。で、戦争が始まると、たとえ終わっても残ったものは戦争が終わらないので、瞑想令という歌もそうです。
ありがとうございました。瞑想入れたようにみたいでした。沖縄のね、沖縄に一番最初に行った時にいろんなところを見て回って、戦争の爪痕とか終わってないっていうことをね、本当につくづく感じましたね。戦後何十年経っても、ね、今のお偉いさんはそんなこと考えてないね、思います。Thank you.
拝む、手を合わせて拝む、それをウトウトウと言います。いろんな風習があってすごいなって思います。6日と、9日に原爆が落ちて終戦になったわけなんですけど、私のおじいちゃんは広島で地下道に入っていて、出てきたら原爆落ちたんです、出たんですよね、焼け野原。入る前は普通の町やったんですけど、出てきたら焼け野原やった。当然被爆はしてるんですけど、でもそうですね、70くらいまで生きたんかな。すごかったって言ってましたね。それはもう終戦にならなきゃ仕方ない状況に出会ったですね。まあ危ないからもうね、特攻に行ったんだろうと思うんですけど、あんなことがないようにテレビでいっぱいやってます。人間魚雷のこととか、回転ですかね、ミサイル回転、片道しか積まないで、燃料積まないで人間が一人入って、魚雷で敵の船に突っ込んでいくという、海軍が開発していた回転、これを実行しなきゃいけなくなるのは切羽詰まってたんだということなんですけど、もうそこでやめるべきでしたね、今となったらですが。だから二度としてはいけない、それを伝えなきゃいけないと思います。フレディ、あなたと出会ったのは繁華を、ヨスコ沿いのバンドで、あなたは人力車を止めた。フレディ二人で初めて行ったレストラン、三兄弟を抜けてフランス疎開へとランデブー。あの頃私が一番好きだった、三兄弟のケーキ屋を覚えてる。ヘイゼルウッドのおじさんを、なんて深くて思ってたの。
それからレンガ焼きのパン屋のボンゴのおばあさんの掃除好きなこと、フレディ夕暮れの鐘に十字切ってポプラの枯れ葉に埋もれたあの人は一枚の絵だった。本当はあなたと私のためにも業界の鐘の音は響くはずだったけれども、そんな夢のすべてもあなたさえも奪ったのは、燃え上がる私はずっとあなたのそばで、あなたは素敵なおじいさんになっていたはずだった。フレディ、あなたと出会ったのは ピオちゃん、こんにちは。おや、フレディもしくは三兄弟、さだまさしさんのね、戦争で旦那さんになるはずやった彼さんを失ったんですね。今日はお店お休みです。今日は終戦記念日なんで、そういうような曲を歌っております。30分頑張ろうと思っております。あと5分。じゃあラストの曲でございます。いけた。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら影ろうがあの子を包む。誰も気づかずただ一人、そして舞い上がる空に憧れて、空を駆けてゆくあの子の命は飛行機雲。
高いあの窓で、あの子は死ぬ前も空を見ていたの。今はわからない、他の人にはわからない、若すぎたとただ思うだけ。けれど幸せ、空に憧れて空をかけてゆく、あの子の命は飛行機雲。Thank you.